できるやつは皆さん基本的に紐なしにしていただいて、相手のレッドカードを誘発していきましょう。こんにちは。今日はスパイク事情についてお話ししていきたいと思います。で、これが結構リクエストが多くて3つ3件ぐらいいただいてたんで、やろうと思いました。はい、ということで早速、僕の今のスパイク事情と、ユースのスパイク事情について少し触れていきたいなっていうふうに思います。それでは早速いきましょう。ということで、まずユースのスパイク事情についてお話ししていきたいと思います。はい、僕エスパルスのユースに所属していたんですけど、その時は、支給という形で、スパイクをいただいていました。はい、チームとしての、チームとしていただいてたんですけど、その年間十分足りるぐらいの、数は、いただいていました。一応具体的な数とかはなんか契約とかあったらまずいんで、やめときますが、そういった形を取らせていただいていたので、ずっとプーマを履いてました。愛用家です。プーマ愛好家でした。はい、で、他のクラブも、スポンサーの、スパイクを履いているっていうことは結構ザラにあって、特にユースだったら、そういった、傾向がすごい強いのかなっていうふうに思います。で、やっぱりプレミアリーグとか、高校年代で一番強い、リーグ戦っていうところになったら、やっぱりそういうところはやっぱり多いかなっていうふうに思います。はい、でもちろん交代連の中でもそうやって、支給されているっていうところも、聞きます。もちろん、支給はされていたんですけど、それってすごい当たり前な環境じゃなくてですね、やっぱりスパイクをもらっているからこそすごい責任感とかも生まれますし、サッカーに対する、思いとかもすごい強くなりますし、やっぱり感謝っていうところは一番、感じる部分だと思います。それを高校年代で経験できるっていうのはすごい大きいと思っていまして、プロの選手でももらえてないっていうところも全然、聞きますし、当たり前じゃない環境だなんだなっていうこともすごい思いましたし、だからこそやっぱりサッカーに対する思いっていうのも人一倍、感じることも、やっぱり、要因としてはあると思います。なので、今中学生の人とかだったら、ユースに入りたいとか強いチームに高校の時入りたいっていう人がいたりしたら、そういったところも踏まえて、可能性はあるよっていうところをちょっと伝えたいなっていうふうに思います。はい、早速なんですけど、僕が持ってるスパイクをじゃあ順に、話して1足目こちらです。こちらですね、エボパワー。これがもう今僕大学4年生なんですけど、これ大学2年生じゃなくて高校2年生の時に、支給されたやつで、確かこれ国体の時に履いたんだと思うんですけど、国体、高校2年の国体の時にこれやってて、この色がめっちゃ好きで、エボパワーの中で一番好きで、これの普通のやつを持ってたんですけど、そう、これはまだ履けるんで、結構全然使えてないんで新品なんですけど、はい。お、二つ目、こちらになります。そう、刺繍されていまして、そう、これ買ったんですけど、買った時にこれをつけてくれてて、そう、これはほぼ履かずに、もう置いてますで、パラミヒコ僕あんまり合わないんですよね。合わないけど、これ、記念っていうことで買ったんかな。これも高校2年生ぐらいの時、結構大事に置いてるんですよね俺。綺麗にね、プーマでこちらになります。はい、プーマ1かな。これも取り替えなんですよね。ほとんど
天然芝でやる機会が少なかったんで履けてないんで、これはマジの新品なんですけど、かっこいいね、うん、大学2年かな2年の最後らへんに買ったやつがこれ、プーマフューチャーです。僕オレンジ系統が色好きなんで、赤とかこういう系が多くなっちゃってるんですけど、これもね、すごい、ね、使ってます。これもまだ使ってる。これまだ雨用とかで使ってる。結構、最悪な思い出が詰まりまくってるスパイク、こちらです。エボパワーの黄色、これ1年の時にずっと履いてて、使っていたんですけど、これで前十字をやってしまいました。こいつで前十字をやってしまったんで、今は全弟にあげてます。もうそれ以降は一切使ってない。いや怖いでしょ、前十字やるからね。これでって言っちゃ悪いけど、それがすごいトラウマで、さすがにそのスパイクは履けないなってなって使ってないです。ということで、ここからはアディダスのお話をしていきたいと思います。で、まあ、あれね、プーマのフューチャーも今使ってるんですけど、あと3つ使い回してるやつがあるんで、それを紹介していきます。はい、ということで、まずはじめこちらです。 X、ごめんなさい、色汚いんですけど、もともとは白でした。真っ白でした。で、履き心地はすごい好きで、やってるんですけど、色が悪くなっちゃって、だってこれが白だからね。これどうやって手入れしたら白くなるんですか。俺ずっと初めめっちゃ手入れしてて、こちら、はい、そう、アジリティバンテージでして、そう、アジリティバンテージなんで、アジリティバンテージです。で、結構これ僕紐なしで履いてるんですけど、まあ、この紐なしで履いたおかげで、勝つことができた試合もあります。綺麗にね、ここに相手が足引っ掛けてくれて、これが脱げて、僕倒されて1対1になる前に直前やったんですけど、で相手レッドカード出てっていう、いい思い出があります。これはメネシスとかの、あの紐なしで、できるやつは皆さん基本的に紐なしにしていただいて、相手のレッドカードを誘発していきましょう。これはいいですよ。普段は全然脱げなくて、なんならきついぐらいなんですけど、すごいだからしっかりしてて、なんかここが緩くなってきたらスパイク履こうかなと思って、紐をつけようかなと思ってたんですけど、まあそれでも今なお全然これで使えちゃってるんで使っています。はい、臭くないしてきます。こちらです。はい、HG かなんかです。はい、これが第1位でございます。これはかっこよくないですか。めっちゃ新しいやつとか買わないです。大学生なんで、30% オフになったら買います。 30% はマストっす。で、これ買いました。で、今一番これ履いてます。で、これも一応紐なしでやってたんですけど、今つけました、さっき。はい、つけたら分かるんですけど、あれ、そのポイントの発作が違うんで、まぁ、ちょっとこっちの方がポイント的には良かったんですけど、まあちょっと細いんで、まあ、人工芝なんでちょっと突っかかるイメージは、突っかかるかな、わかんないけど、なんとなくちょっと細いなっていうのはたまに思うんですけど、
まあ、すっげえ軽いです。これめっちゃ軽い、めちゃくちゃ軽いからめちゃくちゃいいです、このっていう感じかな。これはまあ第1位は僕の今履いてるやつはこれです。はい、こちらレベラと、もう使ってないんでここら辺はゼルマワの、これが20円になります。でこんな感じで今あるスパイク、家にあるスパイクたちでした。はい、まあ、意外と多くて、でもほぼ使ってないのがほとんどなんですけど、こんな感じでやってます。なんでそんなに年間何足買うかって言われたらほぼ買わないんですけど、まあ、2足ぐらい買ったら十分な感じです。はい、まあでも使い方がいいのかわかんないんですけど、あんまり手入れとかこだわってやらない派なんですけど、すごいあの長持ちするんですよね。あんまり壊れることがないんで、結構ローテーションしながら使えています。はい、ということで今回はスパイクについてお話ししました、いかがだったでしょうかね。今日はご覧いただきありがとうございました。まあ、またあの高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。まあ、今後も、まあ、いろんな情報を提供していきながら、やっていきたいと思いますし、もう少しで2000人突破しそうなんで、はい、ぜひみんな登録していただいたら嬉しいです。お願いします。ということでまたね、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。